チャトラブどうも、キノコです。なので追加オロチを無事引けたので、早速使っていきましょう。今回のイベントでは珍しく、追加ガシャが来日した初日に追加キャラを入手していますが、ガシャシーンに関しては後日、改めて別の動画でお見せしますので、しばしお待ちください。そして、今日の動画ではせっかく、追加オロチをゲットすることができたというわけで、早速、このオロチの性能を調べていきましょう。まずはおはじき特攻。ただいま現在の私のオロチの育成度は、ガシャで出てきた時から全く育てていないレベル50の技31スキル1ですが、それでも特攻度は大だということでそれなりのダメージを期待できます。おお、種族効果が 36% でだいたい3万くらい。まあまあ戦力にはなりそうですね。他のおはじき特攻がいなくても、こいつをフル強化すれば全然単体でも討伐できそうな予感。そして合計のダメージが13万。ミッションの引きが悪くても、このダメージなので、育成度とミッション、率によっては全然合計のダメージが20万は超えてきそうな、そんな感じの性能ですね。次はレイステージです。追加オロチはこのステージに対しても、ダメージアップ中とダメージダウン中の特攻を持っています。どちらも特攻度は大ではないので、封印はマックスにしないと、こいつ単体ではこのステージはクリアできなさそうですが、おはじきを頑張って封印をマックスにさえしてしまえば、全然こいつのみでのレイ討伐が可能となります。ちなみに、ダメージダウンの効果度は、大のアンブリューがカット率約4割に対して、ダメージダウンの効果度が、中の追加オロチはカット率が約3割です。中といってもほぼアンブリュー並みにダメージを軽減してくれるので、やはりこいつは普通に強いです。というわけで無事なんとか、封印をマックスにした状態ではありますが、追加オロチのみでもこのレイステージを討伐することができました。こいつの性能は今回のイベントではおはじき面でもレイ面でも普通に活躍してくれる性能ではありますが、イベントが終わってからも使えるかと聞かれたら正直微妙なところではあります。ニョロロンのタップでデカプにはもうすでにこいつよりも強いやつが先に何体か登場していたり、こいつの技と復活のスキルがいまいちそんなに噛み合っていなかったりと、イベントが終わってからも必ずこいつを使えるかと聞かれたら少し微妙なところではありますので、ワイポに余裕のない方は別に今無理して狙いに行かないといけないキャラでもないかなという印象でございます。まあ個人的な感想としては、ラッシャーを引く時についでに出てくれればラッキーかな程度の性能のキャラだということですね。まあそんなこんなで皆さん今日も一日お疲れ様でした。というわけで以上、こんな感じの追加キャラ動画でした。それではさよなら。ピンピンピストルはキューン。